もうすぐ24時間や。あ、せやせや。事件の話もっと詳しく聞かせてくれっちゅうて、工藤と一緒に警部さんに呼ばれて。私も一緒に行く。私だって。からだから。こいつの前で、この時引いた風が振り返したんや。おう、便所に行って出すもん出したんや。なんでバッグ持ってこなあかんの？着替えや着替え。飲んだで。 薬の効力が続くんは大体24時間。ちょっと平次、母さん、せやけど工藤君心配やろ。いつもこうだ。戻っちまった。 早くバッグに隠れねえと。大丈夫なわけねえだろ。あんなでけえ声出してよ。どうなの具合。まあ出すもん出したら使った。 心配しちゃったよ。それじゃあさっさと帰ろうか。いや、それは帰ってからでも。そうだね、念のため病院にも行った方がいい。いえいえ。おい、後で。ちょっと、なんとか難を逃れたようじゃの。切羽詰まったら旅館のトイレに逃げ込んでくるって。とにかくすぐにこれを飲みなさい。 これはまさか。あなたが昨日飲んだのと同じ薬。あなたの体はその薬の耐性ができてしまって江戸川コナンに。これはしっかりしてください。待てよ。俺は首都高の時と同じ爆弾。 こっちもダム職員の人たちが気絶してる。おそらくスタン。痛みなく死ねたのにな。どうやらまた痛い目を見ねえとわかんねえ。 てめえと遊んでる暇ねえんだよ。15分後爆発が始まればすぐに。水木さん、水木てめえ、危ない。江戸川君、ランプが点滅してるわ。何？ しまった。山尾さんは15分って言ってた。ぐずぐずするな、急げ。まずいぞ、このまま爆発が続いたら。やべえぞ、この音。外壁が崩れ始めてる音だ。間違いなく村は全滅する。何か。 いらっしゃいますね。コナンがいねえんだ。コナン君、一体何を。皆さん下がってください。やめ、まだコナン君か。彼、この水を止めるつもりよ。 あんな子供にできるわけが。あの新設を使えばなんとかなるかもしれねえ。大変だ。ダムが危険です。逃げねえと。くそ、このままじゃ間に合わねえ。危険だが森を抜けるしかねえ。
気に流れ込んだらあの村はどうなるんだ。荷物するでしょう。そんな雪崩を起こし水の流れを変えようとしてるんじゃ。15分まであと3分じゃ。お願い、かかって、かかった。あった、コナン君の携帯。まだりをくまなく探せ。くそ、ここでもないのか。コナン君、もう会えないの？そんな、タイムリミットまで1分を切ってる。ラン、シイチ、助けてよ、シイチ。シイチ、今、ランの声が。ラン、あれはサッカーボール。まさかこっちの居場所に気づいたわけじゃないから。やだ、死にたくない。嫌な予感がする。すみません、急いでください。余計な手間かけさせやがって、裏切り者が。死ねえ。
ませ。それがたった今子供たちから連絡。コナン君。まさか。みんな。ナオ兄さん、コナン君だ。コナン君。どうして。どうして。子供たちの話で。コナン君と一緒に追われていたのが仲間割れとかそんなところだろうな。その巻き添えでコナン君もとにかく朝一番で海の捜索を開始するよう神奈川県警に要請を。今すぐです。こんなことってこんなことってあるか。お父さん大丈夫大丈夫、コナン君なら絶対。捜索開始からすでに3時間だが、いまだに手がかりはないそうだ。断崖の下はかなりの水深で流れも速く、遺体が上がるのも稀だと。とにかく捜索は続けてもらっている。そんなことはさせん。絶対に絶対にな。確かに見た。この目ではっきりと彼が断崖から落ちていくの。確かここ。潮風。それじゃあこの先は。あれは確か。ということはここはあの断崖の真下。自首する気はないんだね。当たり前だ。くそー、また外れかよ。はよ、最後に食べようと思って取っといたんだから。まさかこれが甘くて酸っぱい大事件の始まりになるなんて。もう楽しみにしてたのに。ったく、どこの猫だ。みんな。 I'm so glad you weren't hurt. Fond of crime novels myself. And I love to hear stories. I invite you to my home in London. 早口でよく聞き取れなかったから。 Wow, that's great! Oh, you accept? あいつ、英語喋れるのか。みたいだね。Thank you, ma'am. Ya dímelo antes. Ya si quieres dinero, lo siento, no tengo. Si tengo más dinero, tengo más dinero. Shinichi-kun がいるとき、 Konan-kun いないんじゃないか。 Konan-kun、 いや、 Kudo-shinichi-kun。 ああ、もう。
me what you